リシャルリソンこと、リシャルリソンで、アンドラーでは、ブラジルエスピリトサントシューノバ、ベネチア出身のサッカー選手、プレミアリーグエバートン FC 所属、ブラジル代表、ポジションはフォワード。幼い頃は、アイスクリームを売って、家計を助けていたが、2014年12月に当時、ビンワン代理人として名高かったレナとベラスコに、見出されアメリカミネイロのユースチームに入団し、 2015年6月にトップチーム昇格した。7月4日、モジミリン EC 戦でトップチームデビューを果たし、初ゴールを記録した。2015年12月29日、フルミネンセ FC に5年契約で移籍した。2017年7月31日、AFC アヤックスとの争奪戦を制した、イングランドのアトフォード FC に5年契約で移籍した。 本人曰く、イングランドの気候や生活になれるのは、時間がかかったらしいが、最終的にリーグ戦全試合に出場し5ゴールを上げる活躍で、ワトフォードの主力になった。2018年7月24日、恩師のマルコ・シューバーが監督を務めることになった、エバートン FC に5年契約で移籍した。プレミアリーグのデビュー戦となった、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 戦でいきなり2ゴールを、 決める活躍を見せた。シーズン中13ゴールを決めにルフィ・シグルズソンと共にチームのトップスコアラーになる活躍を見せた。2018年9月エバートンで好調なプレーを見せ、ブラジル A 代表に初選出されると A 代表デビューとなったエルサルバドル戦で2ゴールを決める活躍を見せた。コパアメリカ2019では決勝のペルー戦で途中出場するとブラジルの勝利を 決定的にする3点目を決め、12年ぶりとなるコパアメリカ制覇に貢献した。東京オリンピック2020では予選のドイツ戦では30分でハットトリックを達成し、解消に貢献。この大会では5得点で、オリンピックでの得点王となった。ありがとうございます。